性別疲労パーティーは、妊娠中の胎児の親、家族、親族らに胎児の性別を披露するパーティー、イベント。20世紀以降の医療技術の進展によって、早期に確実な出生前胎児の生物学的性別、診断が可能になったことが、こうしたイベントが発展する下地になった。性別疲労パーティーは、アメリカ合衆国で2010年代から盛んに行われるようになり、 英語圏のみで一般的監修となっている。ベビーシャワーとはもともと別のイベントだが一緒にして行われることもある。胎児の性別を披露する方法は多種多様でピンクとブルーのような性役割的ステレオタイプが用いられることも多い。この監修には賛否両論にあり、一部からはジェンダー的ステレオタイプの強要だとして批判されることもある。 この慣習が暗黙裏に前提している性別人間性的本質主義は LGBT コミュニティの特にトランスジェンダーとインターセックスのコミュニティから批判されている。ケーキをカットすると赤ちゃんが女の子ならピンク系、男の子なら青系など性別を示唆するスポンジが現れる。病院で伝えられた赤ちゃんの性別を赤ちゃんの親自身や親族、友人たちに パーティー形式などで披露するイベント。アメリカでは、料理やケーキに性別を明らかにする色彩を仕込んだり、巨大なびっくり箱で伝える方法など、サプライズかつ効果的な演出を工夫することが流行し、過激な仕掛けに起因した事件、事故が発生する事例も見られている。性別披露パーティーは2000年代後半から始まった、現代的な監修である。 最初期の注目すべき事例として、2008年に当時妊娠中だったジェンナ・カーベニーですが、シカゴ・トリビューン氏のブログサイトシコホナオのブログハイグロス・ソースで、彼女の妊娠中の胎児の性別を、ーキで告知した例がある。2008から2009年頃には YouTube にこの、監修の動画が掲載され始め、2011年頃から、社会的に注目されるようになり、 以後2010年代を通してこの監修は拡大し続けた。カーベニーデスは2019年に性別疲労パーティーが一部の人々の間で過激化してきていること、性別疲労パーティーに起因する事件、事故の不死を参照、LGBT やインターセックスのコミュニティがこのパーティーをどう考えているか学んだこと、そして2008年に性別を公開した娘が今は ジェンダーノンキンホーミングに育ち、女性を自認しながらもスーツを着て生活していることなどを踏まえて、今はこのパーティーのトレンド化に加担したことを後悔していると語っている。同じような胎児出生前の祝賀イベントとして、ベビーシャワーという伝統行事があるが、性別疲労パーティーとベビーシャワーには重要な違いもある。性別疲労パーティーの最大の関心事が、 胎児の生物学的性別なのに対して、ベビーシャワーは、生まれてくる、予定の胎児の親たちに消耗品や赤ちゃん用品を送るのが趣旨である。またベビーシャワーは、伝統的に女性だけが参加するが、性別披露パーティーにはそうしたジェンダー的な制約は、ない。カップルによっては、手間や効率、経済的事情などから、両方のイベントを一度に実施する。性別披露パーティーは、 インスタグラムやピントラストのサービス開始前から行われていたが、その広がりには、YouTube やインスタグラム、ピントラストなどのソーシャルメディアプラットフォームが大きな役割を果たしているとも言える。パーティーのメディア化により、胎児の親が性別疲労パーティーを開く傾向は加速した。インターネットのリミックス文化の下では創造性、豊かなパーティーの企画が大いに受けることも、 この行事の人気を高める一因となった。統計的調査によれば、性別疲労パーティーの大半は、中流階級の異性愛的な白人アメリカ人によって実施されている。性別疲労パーティーの性質上、イベント開催に欠かせないのが、胎児の生物学的性別の情報である。性別が明らかになるのは、性別判定技術が使える、在体周数に胎人が達して、 以後のことになる。性別判定に最もよく使われる超音波検査では、最速では約65日目頃から信頼性の高い判定が行えるが、一般的には妊娠20週目前後に判定が行われる。胎児の性別判別も、それに伴う性別披露パーティーも妊娠中期に行われることが多い。 胎児の性別検査の結果をイベント前に知っている人物は状況により異なる。一般的にはジェンダーガーディアンと呼ばれる一人だけに胎児の性別情報が託されることが多い。この人物はパーティー当日まで秘密を守り通し、親にも胎児の性別を悟られないようにお披露目を成功させる披露パーティーの企画責任者となる。時には親自身も事前に性別を知っていて、 参加者に向けて、胎児の性別を公開することもある。パーティーでは、ジェンダー的な色合いが強く滲む装飾が使われるが、直前まで、性別の秘密を守るために、全体としては曖昧でどちらの性別にも取れるような、体裁にされる。イベントの主目的は、胎児の性別のお披露目だが、その瞬間は、パーティーのクライマックスまで取っておかれる。性別の披露に先立って、参加者や、 胎児の親が参加して胎児の性別を当てるパーティーゲームが行われることが多い。参加者や親がピンクチームとブルーチームに分かれて競争する形式になることもある。イベント内でベビーシャワーが行われる場合は性別疲労の前後に贈り物を送ったり開封することになる。性別疲労は大抵ジェンダーを連想させる色とその他のジェンダーに結びついた事物を使って行われる。 披露の方法は様々で、カットすると中から色付きの層が出てくるケーキや、割れると色付きの中身が出てくる風船、紙吹雪、リボン、ピニャータ、色付きのスモーク、色付きの紐スプレーまでと幅広い。妊娠時期に応じて、イースターエックやジャックオーランタン、クリスマスプレゼント、独立記念日や新年の祝賀花火などの季節物が使われることもある。 色が分かった時点で胎児の親と参加者は性別を知ることになり、参加者は盛大にお祝いをする。性別ごとにあらかじめ決めておいた赤ちゃんの名前が一緒に披露されることもある。性別披露パーティーに対しては、生物学的性別とジェンダーを区別する立場から多くの批判がなされている。この区別を重視する人々は、そもそも、性別披露という表現自体が故障だとみなしている。 彼らの観点では、ジェンダーは、生物学的特徴に従属しない社会的、構築物であり、個人のジェンダーアイデンティティも、医療的に決定できるものではないとされる。この観点からすると、胎児の生殖器をもとに、披露されるのは、生物学的性別であって、ジェンダーではない、ということになる。さらに、性別披露パーティーは、男女の性別二言論に強く依拠しており、 子が生物学的にインターセックスである可能性を考慮していない。また性別疲労パーティーは性別へのジェンダー割り当てやジェンダーの本質主義を強いることでトランスジェンダーとしてのアイデンティティ形成をあらかじめ排除、阻害し当事者の精神的、情緒的健康を損ねる可能性がある。ジェンダーアイデンティティへの意識から性別疲労パーティーを受け入れない親もいる。 この監修では、銃とラメ、ピストルと真珠、車輪とヒールのように性別を二極化したパーティーグッズが用いられるなど、全般的にステレオタイプ的な性役割を強く反映している。このイベントを批判する人々は、たとえ本人の生物学的性別が正しく判別され、そのジェンダーとも一致していた場合でも、生まれてきた子自身がそうした。 本質主義的な性別に言論に馴染むとは限らないと指摘している。2019年、性別疲労パーティーの先駆者の一人とされる、ジェンナ・カーベニーデスは、自身の娘が、ジェンダー非同調的であることを明らかにした上で、トランスジェンダーや、ノンバイナリーに与える影響に配慮して、この慣習を見直すべきだと呼びかけている。下記のエルドラド火災の後、カーベニーデスは、 公然と性別疲労パーティーを非難し、パーティーを行わないよう人々に訴えるようになった。ありがとうございます。